はい、皆さんお元気ですか。ブラジルサンパウロ在住ギタリスト金田昌司でございます。本日も晴れております。最近暖かいですね、サンパウロは。もう冬終わっちゃったんかもしれないですね。先々週ぐらいはめちゃくちゃ寒くて、南の方とか雪が降ってたんですけどね、今週になったらもう急に暖かくなってます。今日はですね、またまたミュージシャンを紹介しようかなと思います。今日はどんなミュージシャンが登場するんでしょうか。楽しみですね。そんな楽しみじゃないですか。はい、まあそれはさておき、今日紹介させてもらうミュージシャンはベーシストです。ベーシストは初めてですね、僕のこのミュージシャン紹介のコーナーでは。はい、本日紹介させてもらうミュージシャンはイーゴル・ピメンタというミュージシャンです。イーゴル・ピメンタ、ベーシスト、作編曲家、プロデューサーですね。彼はですね、ブラジル・サンパウロ州サンパウロ市生まれ、サンパウロ市育ちですね。生粋のサンパウロっ子ですね。サンパウロっ子っていう言い方なんか変ですね、自分で言ってみたもの。はい、動画の最後に彼からメッセージいただいてますので、ぜひそちらもご覧ください。あと毎回言い忘れるんですけど、今まで紹介したミュージシャンのリンクの方も概要欄に貼っときますので、そちらもよかったらぜひ見てください。よろしくお願いします。で、彼はですね、今まで、いろんなミュージシャンと共演してまして、軽くちょっと紹介しとこうかなと思います。そのあたりも、どんなミュージシャンと共演してるのかな。イヴァン・リース、リッチー、ルイザ・ポッシ、ブルーベル、ペドロ・アウテリオ、ブレーヌ・フィスという感じですね。イヴァン・リースとかすごい有名ですよね。日本の人もイヴァン・リース、まあ、聞いたことあると思います。リー・リトナーとかとよく共演してますよね。イヴァン・リース歌手で、キーボーディスト、ピアニストなのかな、キーボーディストですかね、テックラジスタですかね。で、彼は、他にもいろんな CD にも参加してはるんですね。まあ、ちょっと全部紹介、するのは大変なので、そちらも概要欄の方に貼っときますので、よかったらチェックしてみてください。ちなみに僕のアルバムにも参加してくれてます。2018年に録音したやつです。で、それでですね、その中で僕が、ちょっと一押しというか紹介したいアルバムが2つほどあるので、そちらを紹介しようかなと思います。1枚目はですね、2015年に、発表されました、Come Together Project という題名のアルバムをリリースしてますね。これはですね、ネイマール・ディアスっていうベーシストであり、ブラジルの楽器でビオラ・カイピーラっていう、10弦のアコギみたいなのがあるんですけど、その奏者の人と、共同で制作したアルバムですね。まあ、ビートルズの曲を演奏するっていう感じなんですけど、まあ、2人でデュオで、演奏しているアルバムになってますと。今年の2020年に発表されました彼の初リーダーアルバムです。題名は「隅道路」というアルバムですね。まあ、冒頭からあのバックで流れてる曲はまさに彼の、アルバムの中に入ってる曲です。このアルバムはですね、編成ですね、楽器の編成が、なかなか面白くてですね、ウッドベース、まあ、これはイーゴル・ピメンタ彼自身が弾いてるウッドベース、ピアノ、ドラム、ギター、アコギも入ってますね。で、クラリネット、あと、アコーディオン、あとボーカルも入ってて、でストリングスも入ってるんですね。すごい豪華な仕上がりになってて、僕も、聞いたんですけど、すごいいい感じのアルバムになってます。で、全体的なアルバムの印象はですね、まあ、僕の個人的な感想ですけど、すごいこうパッと目線に
のグループの、曲調を思わせるような感じもあったり、まあ、トニー・ニョルタとかミュート・ナスメントのような感覚もありつつ、まあ、彼独自の解釈でいろいろ展開させたり発展させたりしてるアルバムになってるんじゃないでしょうか。ブラジル音楽の、ね、こう素朴な部分の中にサンパウロ生まれ育ちの彼が持つなんかこう洗練されたような感覚というんでしょうか、ちょっとかなり抽象的なんですけど、まあそういう感じのアルバムになってると思います。僕の受けた印象はですけど、まあとりあえずね聞いてもらうのが一番いいと思います。でそうですね、ここで一曲彼のアルバムの、演奏の方をお見せしたいと思います。アルバム「隅道路」より「おそうにょじらら」です。どうぞ。でしたか、お好きな感じでしょうか。では次にですね、イヴァン・リンスと録音している動画の方も紹介したいと思います。曲名はデッドジプローザという曲です。どうぞ。Esse tipo de música, que é uma música interiorana, regional, assim, ela já tem uma, um sabor. Esse mundo que nós estamos falando é um mundo muito...profundamente importante, chega a ser até muito complicado se explicar. Você tem que ouvir e sentir. Cortado, o berro do gado no cocho caído.
でしたか。皆さんお好きな感じのミュージシャンだったでしょうか。僕は何回も彼と演奏したり、彼は僕のアルバムにも参加してくれたりするので、僕はかなり好きなミュージシャンのうちの一人です。これからもどんどん活躍していかはると思うので、ぜひ皆さんチェックしてあげてください、今後の彼の動向を。ではここで彼からメッセージいただいてますので、そちらも見てみましょう。どうぞ。Amigos do Japão, meu nome é Igor Pimenta e toquei aqui um trecho de uma composição minha chamada Insieme, que faz parte do meu álbum Sumidouro, que acabou de ser lançado agora em junho de 2020 e está em todas as plataformas de streaming. Fiquei muito feliz com o convite do Soji Kaneda, que é um grande amigo, para saudar o povo japonês. E digo aqui da minha admiração pelo respeito que o Japão tem com a música brasileira. Muito obrigado. Sou músico da cidade de São Paulo, contrabaixista, e deixo aqui o convite para todos para conhecer meu disco Sumidouro, que é um disco de composição e arranjos, e conta com a participação do André Memari, Antônio Loureiro, Tatiana Parra, Toninho Ferragutti, Rafa Castro, Salomão Soares, Vinícius Gomes, entre outros grandes músicos, e foi produzido pelo meu grande parceiro Neymar Dias. Com o Neymar eu tenho um disco que saiu em 2015, todo dedicado ao repertório dos Beatles, que é um disco em duo de contrabaixo acústico e viola caipira, chamado Come Together Project. Saiu em CD e está disponível nas plataformas. Além disso, tem um disco em quarteto chamado Kivar, que também está disponível nas plataformas de streaming. Deixo aqui meu agradecimento mais uma vez. Espero que em breve estejamos juntos novamente para celebrar a música. E muito obrigado a todos. Oi, como foi? めちゃくちゃ人の良さそうな感じの人だったんではないでしょうか。で、彼のプロフィールとかその他ソーシャルネットワークのリンクとかを概要欄に貼っときますので、よかったらそちらもチェックしてあげてくださいね。はい、ではこの辺で本日は終了しようかなと思います。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。あといいねボタンも押してもらえると最高に嬉しいのでよろしくお願いします。またまた、友達とかお知り合いの方に僕のチャンネル宣伝してもらえると、これまた大変嬉しいことですので、よろしくお願いします。はい、ではまたお会いしましょう。